アイテム番号 SCP-478JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-478JP はサイト8137に設けられた監視カメラによって24時間体制で監視された鋼鉄製の収容室に、蓋が開かないように固定した状態で収容してください。また、内容物を取り出すことは口述の特異性の発現につながるため、実験を除いて許可されていません。説明 SCP-478JP は約 90×240×30mm のメーカー不明の二段式筆箱で、ワンタッチ格納式の鉛筆削りと小物入れ、立ち上げ可能なペンシルホルダーが内蔵されています。材質は主に樹脂で構成されていますが、一部に鉄が含まれていることが判明しています。SCP-478JP はいかなる破損も生じません。SCP-478JP に収納されている物品、以降 SCP-478JP-1 と呼称は一見すると一般的な文房具類であり、SCP-478JP 内部より取り出されない限りは何の特異性も示しません。しかし SCP-478JP 内部より取り出された時点で外観の変化とともに口述の特異性を発揮するようになり、再収納すると元の文房具の形態へと変化して特異性を消失します。SCP-478JP-1 が破壊された場合は瞬時に補充がなされ、常に1定数を保つよう調節されます。また、SCP-478JP-1 を取り出した後に一般で市販されている同種の文房具を充填する試みは、何らかの力による排出現象により失敗しています。確認された SCP-478JP-1 は以下の通りです。SCP-478JP-1 SCP-478JP 内蔵時の外観、数取り出した際の変化特異性。SCP-478JP-1 A 一般的な鉛筆。逆中。芯の硬さの違いは特異性に影響しない。ペンシルホルダーに格納され、先端が削られとんがった状態である。2。本。一般的なミサイル兵器に酷似。白。を基調とし、金属光沢を持つ。後部から噴煙を放出しながら飛翔、生体を追尾し、約 90% の確率で命中し爆発する能力を有する。破片は爆発後数秒で消滅。SCP-478JP-1-B 一般的な色鉛筆。色の種類は特異性に影響しない。ペンシルホルダーに格納され、先端が削られとんがった状態である。1。本。一般的なミサイル兵器に酷似。はい。を基調とし、金属光沢を持つ。後部から噴煙を放出しながら直線的に飛翔し、物体に衝突すると爆発。破片は爆発後数秒で消滅。SCP-478JP-1-C 一般的なカバー付き消しゴム。ゴム部分はある程度使用された後であるかのように丸みを帯びている。1。個。変化は現れない。無視。単体では機能しないものと思われる。SCP-478JP-1-D バインダークリップ付きのボールペン。2。本。単体では特に変化なし。クリップ部を SCP-478JP-1-C のカバーに挟むことで外観が変化。一般的な主力戦車に酷似。肺を基調とし、わずかに金属光沢を持つ。無限軌道による自律活動、砲撃による攻撃が可能。発射される砲弾は映像解析からボールペンのボールであることが判明しているが、SCP-478JP-1-A とほぼ同等の爆発性能を有する。SCP-478JP-1-E 一般的な 15cm 定規。1。本。単体では特に変化なし。SCP-478JP-1-D のクリップに7、5cm のメモリ部分で挟むことで外観が変化。一般的なジェット戦闘機に酷似。SCP-478JP-1-A が最大4本消費されて主翼下部に搭載される。ジェット噴射による自律飛行、SCP-478JP-1-A を使用した攻撃が可能。SCP-478JP-1-F 一般的なコンパス。1、本、黒、を基調とした、鳥類と酷似した規約部関節構造を有する二足歩行物体。SCP-478JP-1-D が最大2本消費されて胴部側面に搭載される。完全な二足歩行による自律活動、砲撃による攻撃が可能。砲撃性能は SCP-478JP-1-D に準ずる。SCP-478JP-1-G 削除済み。4、前、肺、を基調とした円盤状物体。
未知の手段による自律的な飛翔、10cmの鋼鉄板を貫通する性能を有した未知の光学兵器を用いた攻撃が可能。SCP-478JP-1 は、SCP-478JP-1-B と SCP-478JP-1-C を除いて、積極的に周囲の生態、3。ただし使用者は除かれていると考えられる。を攻撃しようと試みます。この攻撃行動は、対象が SCP-478JP の半径10メートル円に到達する、対象が死亡する、破壊される、使用者によって SCP-478JP に収納される、のいずれかの条件を満たすまで継続されます。SCP-478JP は未見、市の集合団地で発生した爆発死亡事件がきっかけで発見されました。現場からは焼死体が3体、調査によりこの家庭の長男、父親、母親であることが判明。発見されており、SCP-478JP は全焼した現場で唯一焼け残っていたところを収容されました。この時 SCP-478JP 内部より以下の文面の手紙が発見されています。君、被害家庭の次男の名前と思われます。え。この筆箱は、パパとママからのプレゼントです。小学校に入ったら、この筆箱でいっぱいお勉強してね。パパより、文面に記載されている次男の行方は現在も不明です。現在この家庭がどのようにして SCP-478JP を入手したのかの調査が進められています。ほい、1SCP-478JP の双子裏より以下の文面が記載された紙が発見されています。良い子のみんな、博士は文房具でごっこ遊びをするのが大好きなんだ。みんなも大好きだよね。そんなみんなのために、博士のワクワク文房具セットを発明したよ。三つの筆箱を合体させて、君だけの最強の基地を作っちゃおう。楽しもうね、博士のワクワク文房具セット、VOL、2。